ハローニーハオこんにちは、オメンズイレブンゲームチャンネルの時間でーす。本日はチャグマ復刻ということで、はい、ビルフリート、はい、ガリシーが持っているビルフリートでバトルフィールドソロを、はい、試してみたいと思います。はい、復刻なんでね、楽しみですよね。どのくらい強くなったか。そうですね、解放して、はい、スキル1以上ね、あの使用感が素晴らしいですね。ドレインがついて、はい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 、敵をねかなり巻き込むと、あ、これこれはまあ単体だとそんなもんか。ほら、おわすごい。しかもそうか、アクションスキルバフつくから2倍なんだもん、ね。そうそう、あ、そういうことだね。そうそうそう。で、消費もね軽いんですよ、かなり軽いね。火力も結構でしたね。うん、で敵撃破でなんだっけ、5パーか、強化攻撃力、オートスキルね。なんで 50% だから 100% と 何%。ほうほうほう。何 ?50% って 150%。 何割引き？ 50% 引き。あー、そうなんだ。そういうの難しいの。何割引き？ 50 なんて簡単か。そうなんだ、なかなか。いや、アクションスキルバフがでかいよな、うん、これはあれないで、スキル1でね、受けられる。スキル1連発が結構な、結構ね、使えるからね。スキル1連発するし、で、その後スキル2をね、今みたいに打つから、スキル2の威力は半端じゃなくなるじゃん。はい、どうした？大丈夫？あれ？打ち破れた。打ち消えや。え？ iPhone じゃねえや。え、何？何握ってんのこれ？ iPhone じゃなくて、テレビのリモコンだこれ。テレビのリモコン。テレビのリモコン。こちら。よく操作できてたな。こちら、こちら。ねえ、よく今まで。あ、でも大丈夫だったな。これも、あれ？ガラケー。お。あ、ちげえ。DVD のリモコンだこれ。DVD のリモコンでも操作できるんだ。すごいな。あれ、この液晶。白黒だな。白黒なの。動いてる、動いてる。あ、これ iPhone じゃねえ。エアコンのリモコンだ。どうしたんすか。どうしたんですか、急に。こっちだ。コンポの、コンポの、うわー、コンポ、ポンコツコンポ。え、ポンコツコンポ。どうしたん、その会心の一撃は。え、ポンコツコンポ、ポンコツ、ほら言えない。ポンコツコンポ、ポンコツコンポ、それ3回。パン壁って受験って、パンの壁、パン壁って受験って、パン壁、パン壁、パン、あ、いや、言うでしょ、ね、みんないて、パン壁、パン、もっと早くいて、10回。パン壁、パン、言えないわ。言えない、カが言えなくなる。パン壁、パン壁、パン壁、言えない。意外と言えないっていう。いくよ、パン壁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 。もうね、じゃあやってみ、ポンコツコンポもいってみて。ポンコツコンポ、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 じゃん、ポンコツコンポ、ポンコツコンポ、ポンコツコンポ、ポンコツ。言えたね。言えね。そうこうしてるし。ああ、あれで、隣の客はよく書き通客だ。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 ちょっと言えないよ。東京、東京、徳光。東京、東京、言えない。徳光までたどり着けない。東京特許徳光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 。バス大爆発。え？バスガス大爆発。バスガス爆発。東京、あ、東京特許徳光。バスガス爆発。バスガス爆発。バスガスバス。あ、これもきついんだな。ガス爆発。あ、それも言えないんだよ。一回も言えないかもしれない。はい、どうぞ。バスバス。いやいやいや、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス、レッジャーに言えない、無理かな、やんねえよこれ。やんねえよ。あ、ボス名言ってんぞ、ほらボス名言ってますね。いや、これスキル1がね、優秀すぎてね、すごいって、うん、スキル1だけで食っていけるね。食っていける、食っていける。うん、火力が十分ありすぎる。ほら、わお、楽しい。あら、はい、痛い痛い痛い、モルトだった。動かせるようになったっていうのもちょっとな、意味、なんか意味ある感じがしないんだよね。そう、まあちょっと動かない、なんだ
まあちょっと敵に寄りたいっていうぐらいなんじゃないか。あ、うん、あ、それでもでかいか。まあ、ね、動かないよりかはいいと思う。マシだけどね。あ、これあとそう、アシュレイのモチーフを装備してるんですよね。そうっすね。だから攻撃速度もね、アップできちゃうんですよね。とあと SP 消費をマイナス10%。ああ、なるほど。あ、届かない。は届かないです。届かないね。これね、もう事故るからね、この2つ固まっちゃうとね。怖いですね。チャグマグ武器ガチャも一応来るっていう感じになってるじゃないですか。食べる武器はそのまんまなのかな。あの前のイベント系のさ、ダグラスのやつとか進化できたりしたじゃないですか。進化ね、そういう感じにもなんないとみんなやらない、そうですね、武器ガチャ引かないっていうのがほぼないでしょ。だからここで多分もしかしたら引く人が今回明らかに少ないと思うんですよ、うん、キャラガチャも引くガチャも何かしらかなりいい性能にしないと引かないからいいのが出る。ジュエルもね、おかげさまで、うん、だいぶ高いですね。700個、600個は最低貯まるからね。だってナイトメア、ハード、ノーマルで、うん、クリアするのめんどくさいですけど、うん、そうだね、でかいでかい。トークとチリトリ探すんでしょ。え、あ、それでクリアしないと出てこないとかあったっけ。いや、全部出てるんだ。カードを16の位置からできた。あー、そっかそっか、出てるからいいんだ。出てる出てる、一回やった人はもう、フォーマーを入れたところがあるんだよな、ただ。うんうん、このくらいかな。おー、怖い。落ち着かないとね、マリオ戦で刀剣のこの暴走するコンボ、カウントコロニーしづらいですよね。一回ミスっちゃったらもう繋がっちゃうからね、うん、そういう時になんかコロニーするっていうより、あのスキルを出した方がさ、途中でやめるような攻撃でも来たからね。そうだね、だからコロニーしたいと思って、カウンターできるからどうする。はい、はい、これで倒せるのかな。おー、楽勝モードですよ今。そう、ね、引かせてモリモリに全部盛り込むと1枚です。5万ぐらいですよ。5万5万以上いくか。あ、けど6万ぐらい。6万いくね。多分ギルフリートのスキル、モチーフのスキルで、はい、1.5 倍はかけられるから、5万の 1.5 倍は7万5千じゃない。まずアクションスキルバフかけただけで5万いくから、うん、それが 1.5 倍いくってことでしょ、うん、そうでしょ、うん、難しいこと言うの。5万に 1.5 かけただけだ。5万やばいな。どうしたんですか。5万に勝てるぜよ。5万は言えないって何。新キャラかな。あ、これ危ないよ。死ぬじゃない。危ない危ない。このついてる場合じゃなかった。あと一撃で死ぬからね。あ、危ねえ危ねえ。そして倒せない。なかなか危ない危ない危ない。頑張れ頑張れ。今かなり危なかったね最後。危ねえ。はぁ、グマンだね。まあこれちょっとね、アシュレイモチーフで、あの攻撃速度アップとか使ってるからね、まあでもかなりやっぱりね、今回のチャグマキャラみんなね、あのガチャを引かせるためにかなり強い性能に、そうですね、新規開放するとなってるんで、こんな感じで一応みんな全キャラそれぞれ、まあみんな合わせたらみんな持ってるんで、はい、全キャラやっていきます。やっていきたいと思います。私なんでね、言っとくけど7キャラで2キャラ、2キャラ、3キャラでいきますか。2、3、2ですね。2、3、2。はい、おー、なるほど。これは結構もうソロ動画とか多いんですよ。あー、そうですね。クロさんチャレンジがこれから3回あります、ね、クロさんチャレンジのコーナーがあるんで、はい、皆さんそれを楽しみにしてください。はい、はい、ということで今回はビルフリートでしたね。ビルフリートのソロ動画でした。はい、それではこの動画が良いと思った人は、はい、グッド評価で
それぞれ概要欄などからお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバーイ。バイバーイ。